はい、どうも、メンズ赤星です。どうも、サクサクミルク赤崎です。勝ちだぜ。おっし、よろしくお願いします。はい、ご覧ください。ラーメン鷹の目蒲田店でございます。で、2019年4月22日にオープンしました。おめでとう、おめでとうございます。オープンしたて、おー、したてです。したてでございますね。というわけで、鷹の目といえばですね、まあ、今回は蒲田駅南口から徒歩2分のところにあるんですけども、はい、あの千里眼の系列店で、独協大学っていう草加市にあるのが1店舗目なんだよね、はいはいはい、そこの2号店ということでございます、うん、なるほど。早速食券から見ていきましょう、基本メニューがですね、ラーメン、味玉ラーメンと混ぜそばの3種類でございまして、うん、あ、なんとあの既存のメニューとして女子盛りという 200g のものもあるんで、うわ、高め、ご利用ください。高め、女子力高め、女子力が高めなのねはいはいはい、今回は混ぜそば大を選択しております。なるほど、ご覧ください。唐揚げちょい増しの野菜、ニンニク、油、ガリマイを回しました。まあ、絶対うまいよこれ、絶対うまいですよこれ、絶対うまいんです、すげーな。ガリマイはね、混ぜそば限定トッピングで、生卵、魚粉、ネギはデフォで入ってますよということでございます。嬉しい ね野菜からちょっと、混ぜそばとはいえ混ぜられないんで、まずはもう中国のもう岩山みたいな、うわ、中から孫悟空出てくるんじゃない？あ、そのタイプの、そう、そのタイプの、そうそうそう。ややサクサクした食感が特徴的な。おお、なるほど。でございます。ね、早めにこの卓上返しをかけていきますけど。はい、もやしにね、やっぱりね、やっぱその序盤はね、後半のヘビーな献立がね、あの迫ってるんで、最初はちょっと吸収できるように前半で一気に野菜はかき込みますけど。はい。やっぱりアピタイトね、美味しいよということで、油、ね、油でね、油結構デカめのものが入ってますが、この油ね、あの見た目よりも一応醤油の味付けじゃなくて豚そのものの甘みを感じられる油でございます。はい、良き油ですね。さあ、そして飲んでいきましょう。なんとお酢があるんです。これマスタードじゃないの？これ違うです、容器お酢です。マスタードみたいな、しかもね、かけず飲むだけということで、なんでだよちょっと味を壊しちゃうんで確認しただけです僕も。もうマスタードかなと思ったらお酢だったから、そうそう、豚、やや繊維質をね、あの、あったんですけども、脂身も多いバランスブリンブリン豚でね、うん、豚うまそうだな、ちょっとうまそうでしょ、うまそうだ、ね、プリンセスプリンセスかと思ったけど、ちょっと文字面がブリンブリン豚だな、ブリンブリン豚、シンプルにビ、あ、うまっビンじゃない、うまっ、自分で書いたんだからもうちゃんとするよお前、ほんとにもう、だからもう、マヨネーズの風味、そしてガーリック旨味、それがこう混ざったこう香りがこう麺を揚げることにふわーっとねえ、この麺なんですけども、よーくご覧ください。かなり縮れてますが、超絶ゴワゴワということで、あのよくワシワシ食べるっていう表現がありますけど、まさにこのために存在するようなワシワシ感、確かに見た感じでもそうすごいですね、なんか麺の太さとかね、そう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 ね、そのワイルドさがいいということね。ここにさらに生卵をね、うちっと潰してまろやかにしていく、ね、僕の場合は ね卵黄をこれ分散させず一番濃い部分だけを食べるというのが僕すごい好きなんで、ね、あ、もう集中的に、試してみてください、ね、さらに卵黄とガリマヨのコンボでございます。あ、絶対うまいわ、いいコンボ、まろやかさに拍手がかかるよ、よいしょ、うまい、うん、拍手かけるね、エンジンだよあ、そうですか、うん、これでちゃんと混ぜ混ぜしていきます、この辺りでですね、あの、あまり触れてなかったけど唐揚げが、辛みが溶け出して、あ、はいはいはい、いいアクセントになってきてるんですね、うん、唐揚げだけは僕はマシマシしないんで、あんまり、あ、そうなんですか、辛みはそんなマシマシしない、程よく、うん、そう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 、まあ、ギャバンのね、ブラックペッパー、ポンド缶なんかは辛みしてるじゃん、違う違う、これは胡椒の風味が好きなだけだから、そう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 、パワータイプの麺にはね、粗挽きの黒胡椒すごいぴったりなんで、もう恥ずかしがらずに入れちゃいましょうね、あえてもうポンド缶用意してくれてるんでね。えさあ、そしてニンニクですが、はい、ですがね、あのガリマヨとかもうこの唐揚げの存在が強すぎてですね、あんまりもう弱まってるかも、ニンニクの存在感は、マシマシにしてもいろいろあるから、そう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 、そんな印象を受けました。うずらが、そう、今回はうずらを足しておりまして、5個食いなのか、あー1個落ちちゃった、4個食い、あー1個落ちちゃった、3個食い、いやいや、なっけです
何がしたかったの。マジで5個一気にね、ちょっと1個2個後で楽しみたいで落としてる。一気に行きたかったんだけど乗らなかったもんで、一応コレステロール祭りということにしましたが、ここで赤星豆知識。なんと高野目さんですね、前はこのマナコの字だったんですよ、はい、それが読みやすく親しみやすくするということで今回木の字の高野目に変更したよという情報が出ております。あ、そうなんですね。そう言ってる間にごっざんでした。完食、混ぜそばですけどやはり汁はまああるあるですね、もはや。あーぐる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 。いや細けえなお前。三六点89.8 があったんで、ゴワゴワが足されたら多分。いやいや、ゴワゴワ勝ってないからね。ゴワゴワはないんですよ。ゴワゴワポイントないです、残念ながら。ないんですよ。そんなマシマシポイントね、細分化されてないから。ずらっと。まあ、ちゅうわけでね、タコの目さん、美味しいんですけど、はい、あの蒲田のエリアにもう、二郎系ができすぎて、激戦区だから。二郎蒲田店があるしね、そう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 。あと、ラーメン宮郎、それからラーメン大もあるし、はい、ね、大田区が今すごい熱いということで、というか蒲田、タコの目さん、ごっちゃんでした。ホーク。Thank you.